子供たちも水を触りたくなるような暑さ。今日も県内は猛暑が続き、最高気温は熊本市や甲佐町で37度まで上がりました。すっごい暑いです。もう日差しもカンカン照りなんで大変ですね。暑さがちょっと違いますね。観光も本当体力勝負で、今日で熊本市は今月25日目の猛暑日を観測。8月の猛暑日の日数は2018年の24日を上回り、観測史上最も多い記録を更新しました。木が揺れるほど風が強く吹いているんですが、これが涼しい風ではなくて熱風が吹いているような感じがします。台風に吹き込む東風によるフェーン現象で気温が上昇。明日まで猛暑が続きそうです。強い台風10号は発達しながら北上し、29日木曜日ごろ熊本県に最も接近する見込みです。鉄道や航空各社は明日から影響が出る恐れがあるとして、今後の情報に注意するよう呼びかけています。